早く出たいな。自由が丘でトンボ捕まえたいな。あー、いないかな、トンボ。これ本当に使える。もう分かってた。沼テレ、君のハートにダイレクトマーケティング。ホイさん、勇者。ホイさん、勇者。あんねや、さっさっさ。秋だ、祭りだ、イエーイ。秋は祭り、祭りにおいただきまして。祭りおかの。苦しいオープニングだけどもね、まあ、会話する始まり前にね、沼編集部の白鳥みやび、ゆうきまひろ演じるこちらのお二方、よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、白鳥みやび役のバレッティ豊です。本日もよろしくお願いします。そしてどうも皆さん、秋祭りはチョコバナナ絶対食います、ゆうきまひろ役、五十嵐匠です。よろしくお願いいたします。なんでそんな可愛いわけ？え？なんでチョコバナナチョイスなの？え、チョコバナナめっちゃ好きなんですけど、うん、食べません？いや、なんか女の子がこう、はい、祭り一緒に行ってさ、はい、あ、チョコバナナっていうイメージ。なんか最近チョコバナナもすごいおしゃれなやつ多いじゃないですか、うん、あのキラキラついてたりとか、あの、うん、カラフルなやつついてたりとか、あれがすごい好きで、あとバナナがもうすごい好きで。あ、そう。そうです。あ、昔からもうちっちゃい時からずっともうバチョコバナナは。ゆうたが興味あった今。いや、バナナ好きなの。あ、だから黄色なのか。食べ過ぎて黄色くなっちゃった。そう、違う。バナナ星人だ。バナナ星人どういうこと。バナナ星人だと思ってたの。ね、今日も笑顔満載のね番組でお送りしますので、皆さんちゃんと最後で見てね。イケメン編集部の日常コメディ、毎日が沼。第9沼編集部の今週バーベキュー前編。今日は親睦会を兼ねてヌーマン編集部のみんなとバーベキューに来ました。イエーイ。肉が。これでお互いのこともっとよく知りましょう。タル君、企画ありがとね。ま、たまには男だけってのもいいな。貴重な体験感謝します。なんとか5人集まれてほんとよかった。あれ誰？多分真宙くんだと思うんですけど、ゲームしてますし。なんであんなの被ってんだよ。あれ画面見えねえだろ。怖えよ。日焼け対策でしょうか。ヌーマン、小日向が無理に誘うから仕方なく来てあげた。本当は嫌だったのにさ。そんな。僕のことは空気だと思って気にしないで。するっつーの、存在感ありすぎ。なんで覆面なの？サイトに顔出てるのに。そんなの僕の勝手なんだから余計な詮索しないでよ。かわいくねえな。何か深刻な事情があるのかもしれません。どちゃくそ深刻だよ。こっちとりゃ他人の顔見て話すの怖いんじゃ。やっぱ液晶越しじゃないと無理。今回もいきなり企画、沼テレ日ランキング。ランキングってなんですか？日ランキング。ランキングの一番の利点ってご存知ですか？利点？うん。まあ、それは例えばベスト10ならベスト1まで見るまで気になってしょうがない。ね、視聴者の離脱が少ない。つまり視聴率を維持できる。むしろ、あ、1位ってなんだろうっていう期待値を上げて最後の最後まで見てもらうという、そういう利点があるんですよ、ランキングを使うっていうのは。うまい。そうなんすね。言ったか、今のは本当にうまかったかな。うまい。うまかった。今それ説明されて、ああ確かにって思った。本当に思った。ランキングって10位から出されると1位見るまでチャンネル変えれない。だろ、そういう意味で繰り返していくだけだよ。いいからいいから行きましょう。いいから行きましょう。さあ、そういうことで普通のランキングを作ったところでもう面白くない。広く浅くもうね、何のエッジも聞いてない、そんなもんやったってしょうがないんですよ。はいはいはい。ね、我々やるのは沼テレ独自の手法を使って超超ニッチなランキングで勝負してやろうっていうことじゃないですか。
超ニッチな感じね。そこ引っかかりはそこなのか。引っかかりやすいな。超ニッチなところですね。言いたいだけだよ。今のよかった、ね、うちらねセンターセンタリングずっと上げてるからどっかでシュート決めて、はい、ああ俺がシュートっすか。そうシュート決めて。きっちーなー。いいボールが高い高い。トモ感。オーバーヘッド。結構トモ感もいいね。じゃあ そういうところもねどういう風にシュート決めるかは、ね、皆さん見ててくださいね。お願いします。さあどういった方法で、この企画を進めていくかと言いますと、はい、さあこのね、ボックスにはいろいろありまして1番ね1番はこっちか、シチュエーションボックス。これはね状況が書かれた紙が入っております。状況はい、はい、次2番どうしたいボックス。これはその状況のもとで、うん、その人物がどうしたいのかの紙が入っています。その人物がはいはいはい。3番目特徴ボックス。特徴これは、その人物の特徴が書かれた紙が入っているわけです、うんうんうん、いきなり説明されたってねポカンとしてますよね皆さん。でも詳しく説明しますよ、はい、この3つのボックスから出てきたものを全てひっくるめて、はいうん、それに沿ったアニメ、ゲームのキャラクターを各自ベスト5で発表してもらいます。このみんなで3人でこう引いて作った状況に合うそれぞれ持ってるキャラクター聞いてるさ。聞いてます聞いてます聞いてる聞いてます聞いてます。話してください。はい、分かったよ。で遊んでるんで60キャラでやっててそこでみんなで話し合って沼テレのニッチランキングというのを作るんですよ。ねえちゃんと聞いてる。聞いてます。入れてどうすんの。いやなんかこう どこにいるかなっていうのやりたかったなと思って、ね、ちょっと今これから今僕の説明を受けてねこう書いてあるでしょ台本に、はい、企画のやつを受けてってコメント言わなきゃだからごめんなさい、うん、はい皆さんに突き刺さる、あのキャラかっていうやつなんか一緒に共感できたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。ユータか参加型だよ。間髪入れずにイエーイとかなるだろ。その皆さんが選んだチューお願いします。ユータが雑に拾うんじゃねえよというわけで、はい、早速やっていきましょう、はいはい、じゃあまず一つずつ弾いていこうか。あじゃあ最初マサシさん弾きます。マサシさんもやるんですかこれは。えもちろんもちろん台本に書いてないから大丈夫。いやいややりましょうやりましょう。マサシさんもやりましょう。待って台本やりましょうやりましょう、はい、やりますよね、はい、やりますはいやります決定です。やるやるの台本に書いてないよ。大事っすよ最初。大事っすよマジで。大事大事。いやそんな感じで弾く。あー怖い。猛獣の潜む無人島。猛獣の潜む無人島。面白い面白い。からの、マジですかマジですか、うん、そのシチュエーションでさからの、うん、からの大事次大事を決めていこう。何をするどうしたい。ってなんで一緒に自撮りしたい。なるほど。猛獣の潜む無人島で一緒に自撮りしたい。そんなしたい。やばいやばいこれ。したい。したい。相手はどんな特徴がありますか。待って結構大事。こちら憧れのキャラ。あーあーあーあもういい感じに収まったんじゃないですかこれ。猛獣の潜む無人島で一緒に自撮りしたい。憧れのキャラ。ランキングを5作る。5を作るってことですよ今。じゃあ書いていきましょう。じゃあ書いていきましょう。早速書いていきましょう。ちょっとホワイトボードですね。はい。ホワイトボードは 1?2? あれ2個しかない。あれもう1個は2個しかないみたいです。あ2個しかない。あれこれちょっといいじゃん。やんなくていいじゃん。いやダメ俺やんなくていいじゃん。ダメ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 。いやいやいやダメ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 。じゃあ半分にやればいいじゃん。じゃあこれ半分にしたい。あ俺もう来たんだ来たんだ来た。なんか来た。何なんか来た。いや雑だな。雑だもホワイトボードこれカンペ用じゃん。これ使うの。使いましょう使いましょう。カンペ出せないじゃない。あるんで。あるものは使いましょう。カンペじゃない。マジかよ。ないし。了解。僕がこういうやつちゃんとしたやつ使っているの。こういうね。カンペ用ですよ。わかりましたじゃあありますよそこまで言うの。じゃあはい。じゃあ猛獣の潜む無人島で一緒に上位したい憧れのキャラ。3分間のキャラ。3分間。用意スタート。ニッチランキングですね。ニッチだからね。ニッチ。でもさこれアニメとかゲームでしょ。はい。自撮りしたいか。もうちょっと全然俺さキャラクターわかんねえんだよ。行きます。難しい。5位から帰ってった。やっぱ1位からだな。1位から帰ってった方が。豊かとかさそういうボキャブラいっぱい持ってんじゃん。ちょっとこれはでも。猛獣の潜む無人島も後ろでわーわーとか言ってるわけですよね。
そんな中で一緒に自撮りしたい、自撮りしたい憧れのキャラ、憧れのキャラ、もう危ないわけですもん。いつ自撮りしてる最中に食われるかもわからない、そんな危機の中で。でもそこは憧れのキャラがなんとかしてくれる。そうだから憧れの、あーいいっすね、憧れのキャラいた、いたいた。あーでもこれ助かるな。まあまあまあ僕の中で1位は決まってたんで、まあ、問題は2位だな。1位は決まってたんですか。分かるよ、何書くか分かる。俺もなんか分かってますけど、すごいな。それで5人も挙げられるの俺。いやまあ、さあ我々が考えたニッチランキング発表します。せーの、ドーン。まずは豊かはトップ5、ダンダン、ピッコロ。トップ5、フォー、ブルダン、クリリ、ブルバン、ベジータ、ブルバン、人造人間、そして輝ける1はフリーザですよ。これはもう決まってましたね。もう完全打ち上げたじゃないか。いやでも、もう本当に好きなんですよ、うん、未だに子供の頃から見てて未だにずっと好きなんです、うん、ドラゴンボール愛が、はい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 、ドラゴンボール愛がもう溢れてるんです。あ、だからもうなんか縛りでやろうとかそういう面白くやろうとしたんじゃなくて、自分の中でもうこれしかなかったです。なるほどね、そういうこと、ね、本当はニッチなんでもっとマニアックなとこ攻めたかったんですけど、うん、最初はこれでいきたい。もうそれを聞かずとも全然分かってない。分かってました、分かってました。大好き大好き。じゃあちょっと匠行こう、行きます、はい、じゃあ無人島行きたいところ、でん。これさ一個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 こうやって発表した方がよかったね。5位バン、4位ルフィ、ルフィ、うん、3位がウルトラマン、あーそうかそっちか、2位悟空、1位キルアということで、ね、はい、うん、僕はもう全然バラバラなんですけど、うん、7つの大罪に出てくる不死身の、あ、はい、バーンって男がいて、うん、もう不死身なわけですよ。だからもう猛毒のこう猛獣とかに噛まれても生きてるわけですよ。だから全部ちょっと身代わりになってもらいつつも一緒に自撮りした、やっぱかっこいいんですよ。めっちゃ男前なんですよ。本当に冷静にあの分析したね。そうなんですよ。なるほどね。だって僕噛まれたらもう一発で死んじゃうわけですよ。なるほどなるほど。そこはやっぱバンにやっぱ食ってもらって面白い。でルフィ、うんうん、これはワンピースのルフィなんですけど、うん、ルフィあのもうゴムゴムの実なんで、うん、やっぱこう高いところに木の実あるとか美味しい果物あるって言った時に取ってもらいつつ、ね、うん、あと自撮りでめっちゃこう自撮り棒みたいな感じでウィーンってこう長くできるじゃないですか。そうか、うわ全部クリアしてんじゃん。自撮りのやつ で、うん、でウルトラマンはあの空からの猛獣にこう気づくためにこうやっぱ下からこう自撮りもしたいんで、うん、ウルトラマンだったらこう下からも自撮りしてこう一緒に撮れるんで。なるほどね。であと助けてくれそうだな。3分しか持たないで。あ、そうだ、3分しか持たなかった場合はその時はあのその普通に人同士で一緒にウルトラマンの中身の人とそれは誰が助けてくれる。助ける人いなくなった。その時はだからあのこうその人に変身してもらって、うん、その時はウルトラマンの力借りてもらって、うん、もう一回なってもらうしかないんで、うん、あとは逃げ回ります。だから3位なんですよ、うん、ちょっとやっぱウルトラマンはちょっとやっぱ変身に時間がかかって、あと3分しか、そんな時間変身かかる3分だよ。でも3分で溶けちゃうわけじゃないですか。でも溶けるわけじゃない、猛獣の潜む無人島ですから、うん、3分はちょっと短いなって。なるほどね。やっぱ帰りの時間も合わせたらウルトラマン3分で無人島まで行って、おまけよ。帰るのはちょっとでもうちょっと痛いなって。2番目の悟空くんはこれはもうドラゴンボールの悟空ですよ。ほらやっぱり男はみんな好きなのよ、うん、あの悟空だったらもうマジで一緒にいて楽しそう。 あともう何でもここ猛獣の人も猛獣じゃなくなっちゃ う、 もう悟空がいたらもう可愛い動物園のようなものになっちゃうくらい、悟空がもう全然いいよバンバンバンってやりながらも一緒にそのもう猛獣たちとも一緒に自撮りしちゃうみたいな。なるほどね。そうです。いい浮かんだ今。そうです。1番は1位は、うん、あのハンターハンターのキルアっていう少年なんですけど、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、でしかもめちゃくちゃ強くて、うん、なんでもうまず死なないことがまず前提なんで、うん、もう絶対に死なない一緒にいたら、もしかしたら僕がこのキルアに殺されるかもしれないぐらいの強いやつなんで、うん、一瞬で心臓掴まれちゃうんで僕、心臓気がついたら心臓こうやって持ってるんですよ。でこうやって握りつぶされちゃうんでやっぱそれぐらい強いんで、やっぱ最初やっぱキルアが いてくれたら、あとキルアの光るんで洞窟の中も洞窟の中でもやっぱ便利だね。明るい感じでめちゃくちゃ便利だよね。そうそうそう、電撃使えるんで、あと電気使えるんで、なんかそういう面でも iPhone の充電足りないなと思ったらビビビってやってもらったりとか、めちゃ便利だね。あの電波届かないなと思ったらキラーにちょっとこう、なるほどね、やってもらおうかなと思って。そういう意味じゃあ豊かなさこの世のクリリンとか使えるよね。
クリリンはそうですね、そうですよ、クリリン光栄、太陽圏使えるのと、みんな破壊系じゃないですか。そうそう、いやこれでも一つ聞いてほしかった、質問が欲しかった、うん、なんでこの中に17号入ってんの、うん、はいはいはい、これ結構疑問に思う方たくさんいると思うんですよ、うんうん、はいはい、でもこれは最近までやってたドラゴンボールスーパーで、はいはい、人造人間17号が今、はい、無人島の動物保護みたいな仕事をやってるんですよ、はい、なるほどなるほどなるほど、だからもうドンピシャなんですよ。すげえ、だからこそ2位なんです なんですね。本当は1位17号だなって思ったんですけど、うん、でもやっぱフリーザ様には勝てないですフリーザさんはもう圧倒的な、圧倒的に、なるほど、ね、でもこのシチュエーションに一番合ってるのは多分ドラゴンボールの中では17号が一番合ってるんです。なるほど、好きなキャラクターはフリーザだったから1位にフリーザになってしまったっていうことですね。でもフリーザさん自撮りしてくんのかな。いや多分気前いいんで、え、どういう風にどういう感じなんですかフリーザさん。え、同じお願いしていいですか。まあいいでしょうって感じなんです。優しいな、優しいじゃん、フリーザさん優しいな優しいなじゃあ最後、まさしさん、はい、お願いします。アニメを全然知らない僕が、唯一知ってるキャラクターこちら、順番さん、順番変えました、ごめんなさい。5位が亀仙人、はい、4位オールマイト、あーいいですね。3位サイバリョウ、はいはいはい、2位ルパン、そして栄えある1位はジライア先生。いやー、そう、分かりますね、確かにいいですね、渋いですね、渋いですね。僕結構自分のヒーロー像っていうか、はいはい、目指す憧れの姿って、はい、エロさと強さなんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど。この2つっていうのはどうしてもエロくて強いっていうのは必ずユーモアを生んでるんですよ。おー、この挙げた人たちって例えばジライア先生も亀仙人もエロくてユーモアがあるじゃないですか。ありますね、強い、めちゃくちゃ強いですね。オールマイトちょっとオールマイトまだ真面目だけど面白いじゃん。まあまあ確かにそうそうそう、ルパンもドンピシャじゃん。確かに、うん、ハードボイルの中でドンマの中で、ね、エロくてユーモアあってサイバリオもそうじゃん、うん、そういう人たちがやっぱり全部好き。だから、なるほど、猛獣が潜んで無人島にいようがどこにいようがやっぱりそういうヒーロー像と一緒にいたら何でもできるんですよ。あー、なるほど、うん、なんだろう、うん、そういう風に常々目の前の状況を楽しむっていうことを僕は生きがいにしたい。なんかいい感じの、まさしさんもいい感じでまとめてましたねすごい、なんかちゃんとした理由があったよね、うん、そうそうそう。さあ、みんな出揃ったところでですね、はい、この中から我々のニッチランキングを決定していきたいと思います。わー、この中からまた絞って、そうね、5位から1位決める。別にトレードしてもいいんだよ。我々の中で作るわけだから、この3人ね。そうですよね。だから、まず僕たちの中で5位を決めなきゃいけないってことですよね。なんか、ホワイトボード、なんかあれね、別のホワイトボードに あるんじゃないですか。あるんじゃないですか。なんだよ、ちゃんとしたのあるじゃん。どうしよっかな。5位、5位どうする。いや、だから、あれだよ、ちょっとエロさんもやっぱ欲しいけど、まだエロさなくていいですかね。まだ5位は、じゃあ5位やっぱちょっとクリリン、どうですか、クリリン。あ、なるほど、そこクリリン一緒に、まあ同じ地球人ですし、うんうん、そうだね、地球人として 2番目に強いんだっけ。そうですね、2番目ですね、2番目に強いんだね。実質1番なんじゃないかってぐらい強そうですもんね。も性格は優しいんで、多分一緒に自撮りしてもらってもいいですかって言ったら多分断んないですね。大丈夫、反射しちゃってギャッ、どこ行っても大人の方は髪生えてるんで。あ、そうか、髪生えてるんで、ちゃんとそうか、そのイメージで止まっちゃったからね。じゃあクリリンでいいか。クリリン、じゃあ5位クリリン決定。クリリン、クリリン、はい、じゃあ4位は。4位、うん、良い。僕的にやっぱウルトラマン好きなんですよね。制限時間付きだぜ。制限時間付きだからこそのこの貴重なある時間をもっと大切にしようみたいな思い出になるじゃないですか、もう。あの時の時間が。匠のその発想好き。まあいい、独断と偏見で上に立ってる。俺もね、このね、ウルトラ級シリーズ、ウルトラ級シリーズ、ウルトラマン好き。ウルトラマン好きですか、よかった。じゃあウルトラマン4位ね。はい。オッケーオッケー。じゃあ3位は3位、ちょっとエロさ入れていきましょうよ。エロさ入れていきたいですね、ここら辺。3位ぐらいから入れたいよね。3位からちょっとエロさ、ちょっと出していきましょう。どうしよう。どうしたいですかね。まだ現実的に匠方式で考えると、はい、やっぱ、あ、でも全員強いか。だからこの人間、サイバリョウさんはちょっと外そう。はいはい。人間なしだ。拳銃しかないから。
そうですね、拳銃、拳銃だ、戦う場所が違いますもんね。そうそうそう、猛獣と戦わないですよね。じゃない、そうですよね。あくまでもハードボイルの人間世界だから。そうですよね。ちょっとそうだったら悟空くんのみたいなね、はいはい、猛獣とも仲良く通称ってみたいな、はいはい、そういうのが面白いから、ちょっとリョウさんちょっと引っ張ってもらう。そうなるとルパンもそうだよね。そうですね、ルパンもやっぱ人間世界の中で銃使って車で逃げるんで。戦闘機が銃だ、ね、車もないからね。無人島ないですから、うん、ルパンも申し訳ない、俺好きだけどルパンね。いやいいけんすけどね。あれルパン真似できるんだよね。で、やったこと、やったこと。3、2、1、フジコちゃん。おい、どうしてくれるんすか。ああ、面白かったね。面白かったね。そういうの。ナイスフリーだった。ありがとう、ありがとう。僕が満足だったら全部満足。僕ジライア先生好きですよ。そうだよね。いや、分かる。いや、やっぱもう原作読んでてもジライア先生。もう先生と言います。普段が、うん、普段もあんなにこうふざけてるじゃないですか。なのにやるときやるときの顔がもうギャップがかっこよすぎて、男っすね。伝説の3人衆をさ、はい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 、さ、育てた人でもあるし、はいはい、現代版の過去と未来をさ、そうです、そうそうそうな、そうなんですよね。なのにさ、あんなエロ本でさ、儲けちゃってさ、いっちゃいちゃったんだけど、いちゃいちゃったんだけど、ね、大好きなんだよ、ジライア先生。先生入れちゃって、あれ先生さん言ったら、もったいないですよ。そうですね、確かに。ちょっと先生、ちょっとあれですね、ちょっと残しておこう、先生ちょっと、ここら辺からちょっと先生がちょっと保留、保留で、保留で、ちょっとそっちよりはせっかくだから出そうよ。人造人間でもあるのね、そのもう17号はもうシチュエーションにはすごくハマってると思う。シチュエーションには、シチュエーションには、猛獣の住む無人島で自撮りをお願いしたい憧れのキャラ、憧れのキャラすごく合ってると思う。そういうところで今働いて Now ですから。あー、でも その意見、今そういうところで働いてる、うん、そう、 Now、 大事です、ね、ちょっとそれ採用しようか。じゃあしましょう、3位、3位ね、17号で、はい、うん、17号じゃあ、次2位いこう。はい、さあ、こっからだよ。こっから難しいっすよ、もう譲れない戦いじゃん、これね。そうなんですよ、 1位は譲らないよ、みたいな。そうなんですよ、1位は譲らないっすよ。そしたらこれ尺ないっていうもう言ってる段階でさ、この考えなきゃいけないのがまた尺ない。うん、そうだね。じゃあいいよ、分かった。 2番決めよう。2番2番ここがここなんじゃないですか。このこれか、はい、あのフリーザ様は1位じゃないと殺されるよ。いや、僕もキルアが1位じゃなかったら多分キルアもいつの間にかこの3人の心臓。分かったよ、分かった。ジライア先生それでもいいって言ってくれる、絶対。みんながそうやって言うんだったら、じゃあわしがここに行くよって言って、ああ言ってくれそうだな。確かに、大人の。じゃあジライア先生2位ね。うわ、うん、ありがとうございます。先生だったらそうやって言ってて、エロ仙人ありがとう。だからエロ仙人って違うよ。53万対53万対キルは何なんとかないからな。すごく足速いキャラだよね、確か。そう、あの、まあ、足の電撃で、ね、そうそう、だから、うん、もう一種のもう瞬間移動みたいな感じに近いようなことがあるから。じゃあ、わたモノマネ対決ね。あ、全然いいっすよ。じゃあ、キルア、じゃあまずで、もうこのスタッフさんの拍手の数で決めよう。いい、待って、全然いいっすよ。キルアのモノマネはちょっと全然全然じゃあもういい、もういい、もう1位フリーザでいい、もういい、もう1位フリーザでいいからやろうよ。はい、じゃあいくよ。あの、キルアのモノマネまで3、2、1。おいごもう絶対嫌だ、もうなんで。だって一人も手拍手してないけど大丈夫。だって伊勢マリアさん女性だもん。マリアちゃんいいって言うよ。いや、いや、事務所なんだから。そうなんですか。いや、出ない。いや、もう一回チャレンジあげる。いや、待って何だったらまだ悟空がいいっす。モノマネで言うんだったらまだ悟空がいいっす。いや、でも1位にしたいのはキルアでしょ。あ、悟空がいいっす、モノマネ。じゃあ大丈夫だよ。だ、悟空のモノマネしてよかったらキルア入れましょう。じゃあ特例でいいにする。じゃあいいにする。じゃあ悟空のモノマネです。3、2、1。おら、ワクワクすっと。あー、早く出たいな。自由が丘でトンボ捕まえたいな。あー、いないかな、トンボ。前回の話をするんじゃない。じゃあ拍手ゼロ。とりあえずじゃあフリーザさんのモノマネで3、2、1。宇宙の帝王フリーザですよ。皆さん私に投票なさい。もう分かってたよ。これ本当に使える。もう分かってたよ。はい、そういうことで1位フリーザでーす。ずっと
った時からフリーザのモノマネしてたじゃん。そりゃそうだよ。ちゃんとね、様って書いてるからね。はい、今日決定しましたニッチランキング、これがこちらです。じゃーん。5位クリリン、4位ウルトラマン、3位17号、2位ジライア先生、そして流行る1位はフリーザ様でした。ねえ。さあ、ということですね、我々が作りましたニッチランキングでございますけど、毎回おさらいですよ、はい、まずシチュエーションは、猛獣の潜む無人島、一緒に自撮りしたい憧れのキャラのニッチランキングがこちらになりました。はい、ね、ただですよ、はい、この出演者3人で決めたのがこれですから、うんうん、あくまでもヌーマン編集部は皆さんと一緒に作りたいわけです、うん、はい、ね、あのツイッターのハッシュタグにですね、この猛獣の潜む無人島、うん、一緒に撮りたい、まあ、憧れのキャラ、憧れのキャラっていうのを、ハッシュタグにつけ て, つけて、自分のランキングをつぶやいていただけたらと思います、はい、こんなあのキーワードでハッシュタグつける人いないでしょ。そうですよ、ね、ら僕らもすぐ見れるというか、ね、ツイッターでどういうみんながこう投票してるのかなっていうので見て、そう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 、あ、このキャラいたわーっていうので確認もできるので、みんなで盛り上がれるかなと思うので、そう、それをもとにまたね、うんうん、編集部さんとかね、うん、あのそれぞれ の, あのキャラクターたちがね、またいろいろやじってくれますので、はい、ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。ぜひ皆さんやってみてください。はい、お願いします。以上、お願いします。ニッチランキングのコーナーでした。イエーイ。マキノ君、何してんの？ググレビト中だから邪魔しないで。え？あ、それ、ヌーマン擁護するじゃん。ってことは、もしかして今回の沼テレ？沼テレ恒例、擁護集クイズ。今回僕たちとバレッタさんとの対決らしいからね。情報収集は完璧、データは集まった。おぉ、すごいマキノ君、やる気。俺にも見せてよ。は？何言っちゃってんの小日向。え？擁護集クイズは個人戦だよ。小日向に見せてあげたら僕が勝てなくなっちゃうじゃん。まひろくん、ずるい。ずるくない。僕は勝利のために必要な戦略を立てて実行してるだけ。僕は五十嵐匠を超える。まひろくん、ずるい。しょうがないな。じゃあ予習ってことで問題、じゃじゃん。カレピの意味を答えなさい。あ、それなら簡単。彼氏って意味だよね。あと、彼ピッピっていう用語もあって、そっちは友達以上恋人未満の男性を指す言葉。他にも好きピとかあって、関係性でいくと彼ピが一番上で、彼ピッピがその次、好きピには収録収録って聞いてないじゃん。さあ、ここで番組からのお知らせです。イベントグッズの通販開始。イエーイ。9月8日のイベントで販売したグッズがなでま .jp で通販が開始いたします。さらに対象商品を10個以上の購入で、ヌーマンイベントボリューム1、ようこそヌーマン編集部へ、オリジナルパンフレットプレゼントです。欲しい、オリジナルパンフレット欲しい、欲しいでしょ。さあ、そして2つ目がこちら、 LINE アットでミュージックビデオ先行公開。ね、こちらの先日のイベントで発表したミュージックビデオが LINE アットで先行公開されています。 LINE アットにですね、あの登録方法はこちらでございます。ID アットマークヌーマンアンダーバー EDD アットマーク、ヌーマンアンダーバー EDD、こちらで検索ください。または QR コードで登録をよろしくお願いいたします。お願いいたします。ね、ご覧いただいた方々からも大変ご好評いただいておりますからね、はい、まだ見てないよっていう方 ね、あのぜひ LINE アットの方ね、あの登録ポチッと、今でもできるんですよ。そう、もうちょっと、あ、でも 今見てますよ、もしかしたら見てて見終わって、なんかあのまた YouTube のところでパチッとね、登録のピュッてでやって、ピュッてできますからね。ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。